アオリナです。来ましたのがこちら、千葉県銚子市にあります銚子タワーにやってまいりました。おいしそう、人気ナンバー、イワシ風30周年な感じ。はい、皆さんこんにちは、アオリナです、先日お送りいたしました茨城県神栖市ウォーターガーデンリゾートキャンプ&マリーナさんでの動画はご視聴いただけましたか？ぜひ過去動画からご視聴よろしくお願いいたします。そして本日はそのキャンプ場の後の、せっかくね茨城県神栖市まで来たんですけども、そのお隣のね千葉県銚子市にアオリナ初めての上陸です。めっちゃトラック映ってますけど、はい、で本日来ましたのがこちらです。千葉県銚子市にあります銚子タワーにやってまいりました。ということでここで美味しい海鮮丼を食べて帰ろうと思います。で最後はね、あのポートタワー、これに乗っていこうと思います。登ってこようと思います。それでは最後までご視聴よろしくお願いいたします。うおっす、21、初めてのうおっせです。ほら、うおっせ、美味しそう。海鮮丼がいいな。あ、ヒゲタ醤油とヤマサ醤油。こんな感じなんだ。あ、お土産もあるよ。何がいいかな、お土産。確かに、確かに魚食べないじゃん。あ、でもホッケとか食べるよ。この銚子ポートタワーに登ろうと思います。アオリナ、どれ食べようかな。せっかくだからお刺身かな。あ、黒潮だからメカブととろろだね。海乗ってんのないんだね、じゃあ。でも食べれば、じゃこれ2つする。市場丼っていうのと何が違う。あ、ネギトロ、ここがあれなんだよ。うん、それでもいいよ。この今しか食べれない入梅イワシっていうのね、ちょっとと一切れ食べれればいいよ、うん、刺身、天ぷら、フライ、つみれだったよ、うん、そうしようか、うん、定食と、うん、人気ナンバーワンの海鮮丼にします。え、日焼けした？気のせいだよ。はい、マグロ、サーモン、イカ、これ何？タイ、キンメ、カツオ、ブリ、ネギトロ、エビ、すごいいっぱい乗ってる。これが一番人気の海鮮丼です。
ここにアナゴさんがいるの、うんうん、ここに隠れアナゴさんがいました。嬉しい、アナゴ好きだから。アオリナ、これが今の入梅の季節しか取れない入梅イワシ。これがイワシフライとイワシ天ぷら。イワシの天ぷらってあんま食べたことなかった。美味しいですね。イワシ美味しい。今から銚子ポートタワーに登ります。30周年な感じ。30周年。ピーナッツもなんか売ってんじゃないの。何も言ったない、やっぱこれそれはないんだ。はい、エレベーターに乗ります。4階です。おお、46.95m まで上がるんだ。お、見える？おお、すごい。海だ。結構登るじゃん。ウォッセが見えて、あ、なんかウォッセ書いてある。水産物即売センターへようこそって書いてある。
着いた？4階です。おー、すごいじゃん。わー、綺麗。海だ。海が見えます。あ、おちゃん、犬吠埼見えるよ。あそこに灯台が見える。あの辺、犬吠埼の灯台。あっちの方に観光地あるね。すごい。あ、こっちじゃん。と、これ。あおちゃんが言ってたの。あの、山の上じゃん。銚子で一番高いとこって書いてあったじゃん。地球の丸く見える丘展望台ってやつ。誰もいない。貸し切りなんだっけ。嘘でしょ。貸し切り。あ、で、これが、さっき私たちがスワンボート、スワンボートやった利根川だよ。これが海になるんだ。ねえ、利根川が海に、太平洋につながるんだ。あれとか海水浴場なのかな。でもすごい終始お父さんの匂い。あ、結構下見ると高いじゃん。綺麗。わあ、海すごい。地球って丸いんだな。地球って丸いんだよ。ようこそ夫婦が岬へ。この下にウオッセが見えます。さっき海鮮丼食べた。ウオッセ。太平洋海水浴場なんてどれのこと言ってんだろう。ここで海水浴できるの。いや、海ってすごいね。